皆さんこんにちは。今回は先手番で対早い石田をやっていきたいと思います。これ3人飛車と回ってくる手はあるんですけど、ここで角交換して同銀に角を打って反撃していくというのが、あ、同飛車は珍しい。同飛車はかなり珍しいですけど、これ角を打つのが早い石田対策で、この角の両取りを狙っていけば刺せるっていう展開になります。で、同歩。これは同歩と取るのが手筋で、角を打たれてしまうんですけど、桂馬を跳ねて受ければ、まあ、飛車取られるんですけど、同銀で、これで飛車角交換なので、で、序盤は飛車より角っていう格言、まあ、もう最近ほぼ聞かないですけど、まあ、一応そういう格言があって、序盤は、飛車をもらうより角をもらった方が使いやすいっていう格言で、まあそういう格言もあるぐらいなので、まあこちら飛車を渡した代わりに角取れてるので十分かなっていうところですね。で、これ角なると飛車を多分狙ってるんだと思うんですけど、まあそれはまあ大丈夫かな。馬引きで受かるといえば受かる。で、これ角打つって見えるんですけど、飛車打たれて角が詰んじゃうので、それはできないですね。角なって飛車打って、馬寄って、いやー、それちょっと微妙か。角なって飛車打って、馬引いて、同飛車同桂、5五角。なんか、すごい大乱戦に、すごい大乱戦になるけど。まあでもなりますよね、これは。さすがに。6号角とか打った方がいいのかな。4号飛車って打たれたら、6号角と打って、受ける感じかな。でも4二銀とかで、難解ですね。まあでも局面としてはリードは奪えてるかなと思います。やっぱり、こちら今二歩得ですし、馬ができてますし、その得が結構大きそうですね。相手の方は今飛車しかないので、ちょっとそこが、ネックというか。まあ、こちらの馬に若干こう制圧されてしまってる感じがあるので、それが相手の方としては、ま、嫌なところかなと思いますね。で、早逃げでしたね。早逃げに対しては、まあ、早逃げというか玉を囲う手に対しては、まあ、こちらもいろいろ考えられるところですけど、4八金とかまっすぐ金を上がっておくような手もありそうですし、まあ、そうやってバランス取りますか。金を上がって。まあ、ちょっと4号飛車と打って、こう、馬と飛車なりの両狙いを見せられる手が気になってたので、それを防いでって感じですね。端歩。まあ、飛車を持ってる側は確かにこう、端攻めが、急所になりやすいので、そこを狙ってる感じだと思います。まあ、玉は一回囲って、7一玉なら5七馬が取れますね。一歩取れるのは大きい。で、まあ、6八銀囲っときますか。これで、3歩得になったので、ああ、ただ、2五歩からの攻めを見せてきてる。まあ、3五馬で防ぐ感じかな。3五馬と引いて、2五歩に同歩を用意して、この飛車を使わせない方針ですね。で、これは、まあ、5九金とか一回寄って、こう、なんか飛車の打ち込みに強くしておくような手もありそうですし、7五歩とついて、こう、美濃囲いの小瓶を狙うような手もありそうですし、いろいろ考えられそう。まあ、7五歩ついてみますか。これは、どちらかというと、こう、攻めの一手ですね。端歩はまあ、端歩なぁ。どうしようかなぁ。受けると9五歩って攻めてくる手があって、ちょっとそれ気持ち悪いような気もするんで、受けずに、いきますか。7九金とかやって玉固めようかな。あとは4六馬と引いてみる手も指してみたいですね。4六馬引いときますか。こう相手の玉の斜めを狙って。
2五歩、2筋から攻められやすくなるんですけど、まあそうですね。7四歩の攻めの方が厳しそうだったので、相手の方は玉をかわしてきましたね。しかしこれは、それでも7四歩が厳しいっていう説はありそう。7四歩同歩5五角の時に受け方が難しいんじゃないかな。行ってみますか。ついて。同歩と取らせて5五角と打って、次にこう8二角成となって詰ます手を狙ってるんですけど、それが結構受けにくいんじゃないかという読みですね。7三桂とか跳ねて角道を止める手はあるんですけど、これ同角成で、同銀同馬の局面は、角と銀桂の交換なんですけど、角と銀桂の交換は、基本的に銀桂の方が得なので、こちらがいいだろうっていう読みですね。で、これは同馬同玉ってなると、こう相手玉へ迫る、こう種駒というか、こう駒が消えてしまって面白くないので、8五桂が手筋ですかね。これなら、7三角と取られても同桂成で。でもそこで5五角怖いか。まあまあ、でも5五角打たれても、飛車打ちに玉引けば詰まないので、大丈夫かな。同桂成で。でも打ってきた時にどう寄せるかっていう問題があるか。あ、6四から。両取りか。両取りかっていう、こう謎の冷静ぶってますけど。6四角なら、3七角、同角成同銀、5五角、6四角。まあでも一回3七角は打つんですかね。同角成同銀で5五角で、こっちとこっち両方狙われて、その時がでも意外に、いや、それを読んでからさせようっていう話なんですよね。それを、読んでからさせようっていう話で、8五桂、2八角成。あれ、意外に寄せが難しいか？まあ、一回角は打ちますか。でも角5五歩、まあ、それなり金握ればいいか。角に5五歩って、こう、角道を止める手もあるんですけど、それはなり金逃げておけば良さそうなので、まあ、一回角打って、同角成同銀で。ああ、でも、その展開をキラーって打ってきましたね。ただこれは逃げて、刺せば、いけるかな。まあ、ちょっとなんか、こちらの迫り方が怪しい感じもありましたけど、まあ、こうなると、こっちは手厚く攻めていけそうなので、はっきり、良さそうじゃない良さそうじゃない良さそうじゃないまあでもこれ6五銀で一応両取りがあるんで、まあ、今 6三成桂の方が良かったですね。絶対。まあまあこれも、待ってください。冷静に駒の損得を計算すると、駒の損得なし。歩が4枚得してる。うん、まあさせますね。5五桂もありますし、今5五桂出た方、打った方が良かったかな。ちょっと冷静さを欠いて、冷静さを取り戻そう。いや、将棋はやっぱり冷静さを維持するのが大事ですからね。角桂馬は金寄られて微妙なんかな。まあでも打ちますよね。桂馬を打って、2五歩はこの瞬間がぬるいので、ここで手抜きたいですね。で、取って、同金に角を打とうかな。銀取りと角成狙いで。で、角を成って、こう次に金を追って、迫る手だったり、9一馬と入って迫る手だったり、狙っていって、桂打ちには、端玉には端歩で9五歩もありそうですけど、まあ、あと19角成から6六馬って引きつけるような手もあるかな。それが手厚いかな。こうして。次に6六馬を引いて、こう端に利かせる。ああ、だから使わせないように止めてきたんですけど、これは一回7六香を打ちたいかな。結構歩切れなので、相手の方はこの馬の利きを
止める手が難しい。うわー、銀打ち。まあでもこれは取れるのは大きいので一回取っておいて、同銀か。同銀なら、まあこれは本当に端玉には端歩で、端歩作ってもありそうな気がするけど、まあ突きますか。まあ8一玉とか引いてくるんですかね、ここで。あ、引いてこなかった。で、叩いて。逃げる手には、まあ強者走る感じかな。ちょっと橋、こっちも弱点なんで、怖いところはあるんですけど、まあその逆襲される筋には気をつけつつ、刺していってどうか。金同香同歩ない逃げる取る。同玉桂馬。大体寄りなんですけど、大体寄りで刺しちゃいけないのが将棋。まあ、歩成りが安全かな。同香に歩を打って迫っていくのが安全ですかね。同香なら同香成りで。で、歩にはまあ、歩成りから迫っていって、もう一回歩打つか。なんかこれどっかで3三馬って桂馬を取って、桂馬が入れば詰みみたいな状況に追い込めればそれでいいので、飛車打って合駒してくると思うんですけど、これで桂馬が入れば桂馬逃げる金逃げる風動玉、あ、でも意外に詰まない。桂馬逃げる金逃げる風動玉風動玉強者、なんか意外に詰まない。あ、でもん74、強者、合駒、74金。でも積んでますよね。桂馬打って逃げて、金打って取って、歩打って同玉で、歩打って同玉で、強者で、合駒して、金を王手して、積んでますよね。なんかすごい上が抜けてそうで怖いけど。積んでると思いますね。取って、桂馬を手に入れて、まあさすがにもうこれは同飛車しかってことはないけど、まあ次馬引きとかで王手で厳しいので、そうですね、これは同飛車ぐらいだと思うんですけど、桂打ちから詰むので勝ちですね。まあ詳しい手順ちょっと感想戦でしていきます。というわけで最後の局面から解説していきたいと思うんですけど、まあ最後は同飛車って取るぐらいだと思うんですけど、桂馬を打って逃げて、金を打って逃げて、歩を打って取るしかなくて、歩を打って、これ引くと頭に香車を打って詰みなので取ると思うんですけど、香車を打って、で何を合駒しても金を引いて馬の利きで王手して、これはここに逃げるしかないんですけど馬引きで詰みですね。なので相手の方の投了となりました。というわけで今回は早い手段の将棋だったんですけど、やっぱり早い手段に対してはこの角打つのがおすすめですね。これで、やっぱり馬ができるの大きいので、その馬の手厚さを生かして刺していくっていうのがおすすめになります。で、本譜はというか、まあこれよくある反撃なんですけど、桂馬を兼ねて受けるのが手筋で、飛車は取られるんですけど、同銀で取っておけば、こう、こっち一歩得できますし、次馬ができることも確定しているので、こちらとしても十分させる局面かなと思います。この後はまあこの馬の手厚さを生かして、じっくりじっくりこう相手に攻められないように刺していくのがいいですね。まあ、ちょっとこの辺りか、ちょっとこっちの終盤、よれた感じはあったんですけど、いや、王手成り桂取り食らってますしね。こことかも明らかにこっちの方が、王手成り桂取り食らわないんで良かったと思うんですけど、ちょっとこの辺りは反省ですね。ただまあ、元の良さが残ってたというか、まあここで駒の損得なしで、まあ角出て攻めていけば、相手玉の方が不安定な形なので、まあ十分な局面かなと思います。まあ最後はその良さを活かしてて、まあ終盤相手の方の粘りが結構手強くて寄せ方迷ったんですけど、まあ最後は、こう馬で桂馬取って受けが難しい形に追い込めて、こちらの勝ちになりました。
3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。